ハイルブロン・フランケン地域連合は、バーデンビュルテンベルク州に12ある地域連合の一つ。軍独立し、ハイルブロン、ハイルブロン軍、ホーエンローエ軍、マインタウバー軍、シュベービッシュハル軍が含まれる。フランケン地方の西部に属し、2003年5月20日までは、フランケン地域連合、時に、ハイルブロン地域連合とも呼ばれた。この地域は、歴史上、 方園牢へと呼ばれた地域であり、地理上は方園牢へ平野にあたる。大部分の住民は、上部ドイツ語に属する上部フランケン語の一方ことの南フランケン語を言語とする。この地域に、地域計画の遂行組織として、フランケン地域連合が公式に組織されたのは1973年1月1日であった。これは、 バーデンビュルテンベルク州で12組組織されたうちの一つであった。地域連合の本部はハイルブロンに置かれた。1973年11月14日にフランケン地域連合の議会が設立された。2003年5月20日に新たに制定され発行した地域計画条例によってこの地域連合はハイルブロンフランケン地域連合と改名された。 国勢調査、あるいはバーデンビュルテンベルク州の統計局の資料に基づく、この地域の人口推移は以下の通り。ハイルブロンフランケン地域連合内では、ハイルブロン市が上級中心都市となっている。地域内には以下の都市を中心とする中地域が存在する。ありがとうございます。